去年の世界的な新型コロナ感染拡大で取り沙汰されたのがテレワークの普及などによる都市部の空洞化。家賃や物価の高いニューヨーク市の特にマンハッタンではパンデミック初期から人口流出が深刻化し、アパートの空室率も過去最高の水準に。ニューヨークは死んだとまで言われました。去年12月の取材ではマンハッタンの好立地にありながら長期間空室の物件を紹介。特にスタジオと呼ばれるワンルームの人気が急落していました。投資として見に来る方は何人か、7月から、2週間に1回くらい、賃貸では2人くらいしか見に来てないと思う。あれからおよそ1年、行動制限が緩和され、レストランやエンターテインメントなども楽しめるようになった今、どのような変化が起きているのでしょうか。前回の取材でも協力してくれたニューヨーク最大手の不動産会社コーコラングループの松村恵子さんに再びお話を聞きました。前回取材させていただいた時にかなり大変そうだったんですけれども、今どのくらい戻ってきてますか？お客さんを探すのが大変だったということなんですけど、今はもう去年の 5,6 倍。去年は1週間に1人2人来て見に来てっていう感じだったんですけど、今は本当にもう1時間に1回くらいお客さんをご案内しなきゃならないくらい。逆に物件がなくて大変なぐらいですか？物件がなくて大変です。テナントがいなくて困ってた、大変だった時から、今度物件がなくて大変になった、その変わり目っていつぐらいだったんですか？ワクチン、みんなが徐々にワクチンを打ち始めた頃だと思います。そうね、4月くらいかな。ものすごい忙しくなったのは4月くらいからです。相当突然っていう感じですか？突然っていうか、ある日突然、どっからこの人たち待ってたんだろうっていうくらい、すごいもう来始めました、お客さんが。例えば1軒の物件に対して1人お客さんを見つければいいだけなんだけれども、50人とか本当にもうバーゲン会場みたいに、すごい勢いでもう連絡が来るだけじゃなくて、オーパーツがじゃあ今日見せます、来れたら来てねみたいな感じで一応連絡すると、もうオープンハウスが始まる前のにすごい並んで待ってるって感じで。前回取材させていただいた時にスタジオ、いわゆるワンルームが全く誰も興味を持たないっていうふうにおっしゃってましたけども、ワンルーム今どんな状態ですか？今とりあえずニューヨークに戻りましょう。とりあえず Airbnb じゃなくてアパートを借りましょうという方がたくさんいらっしゃるんで、逆にワンベッドやツーベッドルームでここで落ち着こうじゃなくて、とりあえずマンハッタンに住みましょうという意味で、スタジオがものすごい今人気です。去年の取材から半年足らずの時点で状況は一変していました。前回見せてもらったハドソンヤード近くの部屋も今年5月から借り手がつきました。しかしその前は1年間ほど空室だったといいます。ここのエリアっていうのは普通であればすごく人気エリアじゃないですか。でそれで全くこう借り手がいなくなるっていう状況っていうのは想像されていましたか？想像してないですね。全然それはもうなかったですね。すぐまた入ると思ってたんで、そしたらもうこういう状況になっちゃって、あれって思って、もうしょうがないですよね。どうにもやはり持ってるだけでもコストっていうのはかかるわけですか？かかりますね。結構大変だったんじゃないですか？自分で負担しなくちゃいけないですね。で自分も仕事もちょっとできなかったんで、ちょっと大変でしたけど。パンデミック中に貸すのを諦め、家賃相場が元に戻るのを待っていたという常泉さん。今の入居者と契約したのはまだ格安価格の時でした。その当初の予定よりは低いんですけども、やっぱり1年間何もなかったっていうことを考えると、それでも何もないよりはっていう感じですよね。その割と直後にマーケットが戻ってきた、そうですね。その時ってどう思われます？その時もって本当に最後の最後みたいな感じで自分が貸して、その後もう本当に1ヶ月するかしないかぐらいでどんどんなんか戻ってくるって、もうなんか全然ここの世の中が変わってきたんですよね。と思って、でももう契約しちゃったんで、もうそれはもうどうしようもないから、しょうがないですよね。でもと思ってましたけど、本当にちょっとあとちょっとそうだから、始まったのもみんな先が読めなくてそうなっちゃったじゃないですか。で戻ってくるのも、いつ今日から戻りますよって言ってもその日から戻るわけじゃないし、徐々にもうタイミングが悪かったといえば悪かったっていう感じですね。次の契約更新の時はやはり家賃は上げられる予定でだといいんですけれども、もう世の中戻ってきてるんで、前よりも多分上がってるっていうところもあるので。大きく値を下げていた家賃も急速にコロナ禍前の水準に戻っていますが、それに伴いよく聞くようになったのが家賃の値上げによるトラブル。貸し手側だけではなく借り手側もこの家賃相場の変動に翻弄されています。去年ドイツから来たレネーさんは12月に入居したこの2ベッドルームの家賃を契約更新では大幅に値上げすると告げられました。I received a lease increase of 35%, which is way over the budget now. How much would that be? $1,050 more. Wow. As of December, yeah. Did you get any kind of explanation to why? No. They just said, well, so I've called them after receiving the notice, and then I said, okay, is there something to negotiate? And they just said, no, that's non-negotiable. It's a price it is now.I was expecting it because I knew that because of the pandemic, prices went down. But it, coming from Germany, you don't expect a 35% increase. Over there, that wouldn't be legal. But I know it's legal here, but still you would not expect 35%. It just feels like, wow. So it's only one year, right? Yes, I would have expected something else as well, but now I have to take it and I have to move.Now, what did you feel when they said, okay, $1,000 more or leave? It felt sad, bad. Yeah. It was like, okay, I made this my home and now I have to leave. Now that I've got all the furniture and everything in place and waiting for friends and family finally to be able to come over, then you have to move. レネーさんは部屋数や立地などの部屋探しの条件を緩め、マンハッタンの外に引っ越し先を見つけたということです。去年リースされた方は大体そのオーナーさんがまだこれからニューヨークどうなるかわからないという状況の中でかなり値下げして、リースをしてるんで、今年になってやっぱり全体的に 25% から 30% くらい家賃が値上がりしてると思うんですね。で、でもそんな 30% も家賃を上げられるんであれば、別に他のところに見つける、他のところで探すよって言っても、もう物件が全くないんで、そうなるともう悪気はないけれども、もうお願いしてお願いしてそこに居座るより他ないですよね。でオーナーさんが理解してらっしゃるオーナーさんのところであれば、じゃああと1ヶ月あと1ヶ月って伸ばすことはできますけれども。大抵の場合は、警察沙汰になることも90日くらいすると、そのマーシャルで鍵を勝手に変えて家に行ったらあれ鍵が開かないっていう状態、そういう、お客さんも何人かいました。少なからずトラブルはありつつも、復活への道を歩んでいるニューヨーク。一方でテレワークを続ける企業が多く、人が戻らないオフィス街ではこの夏、空き店舗が 30% 近くに上ったという調査結果が出るなど、爪痕が強く残る部分もあります。しかし松村さんは、現在はパンデミック前と比べてもニューヨークがより活気づいてきているように感じると語ります。パンデミックが今終わりそうなこの時期に、新しくニューヨークでチャレンジしたいという人が、私が思うには増えてきていると思います。でそういう方たちが今家賃が安くなっているんじゃないかということをこう想定して、オフィスを構えてニューヨークにこう社員を送りたいという外国の企業も増えてきていると思います。でそういう方たちが戻ってきてるんで、もしかしたら2019年よりも今の方がマンハッタンのこう物件、不動産が活発になっているんじゃないかなと思います。貸し手市場で物件自体が少ない今、失敗しない部屋探しのコツを教えてもらいました。オーナーさんに自分のアプリケーション、申し込みを見てもらうために、こうまず書類の準備をしておく、ね、銀行のステートメント出してください、クレジットスコアを出してくださいっていう時に2日も3日もかかるとその機会を逃してしまうんで、全てを PDF ファイルにしてすぐに出せるように準備しておくのが大切だと思います。あとオーナーさんによってはなんか急に値段を上げるオーナーさんとかいますけど、今全てそれはパブリックレコードになってるんで、その本当に借りたい物件がある時にもし自分で探すんであればオーナーさんのこう情報を先にニューヨークシティのレコードで調べておくのもいいかなと思います。それは不動産のエージェントの仕事なんですけれども、今なんかこう個人で、ね、不動産を通さないで物件を借りるお客さんがいますんで、そういう人は自分できちんとオーナーさんの情報、あとビルの情報、どういう問題があるかっていうことを、そこに本当に住みたいんであれば先に調べた方がいいと思います。とにかく先に調べて、準備するものは先に準備して、準備万端ですぐに本当にアパート見て外に出てすぐにもうメールを送れる状態じゃないと、私だって仕事行ってたからって言われても次がもう決まっちゃってる。もうないです。はい。なるほどね。ありがとうございます。はい